お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今日はですね、試合終わって、ご挨拶、はい、まあ、この間も来たんですけど、見てもらいましたし、ありがとうございます。見ました。はい。ちょっと改めて、もう一回ちょっと見てもらって、はい、ちょっと先生からの目線、和尚岡先生からの目線をね、ちょっと聞きたいなと。どうなのかと。練習通りいけてたのか、ここはダメだったんじゃないかとか。ちゃんとチェックして。チェック、チェック。じゃあ一緒にお願いします。はい、じゃあ座って。はい、よいしょ。そこを押してもらって、はい。相手の方かなりでかいですね。大きかったですね。はい。身長がそもそもでかいんで。あ、そうなんですか。はい。10枚もらいました。へぇー、うん、僕より全然いいっす。そうなんですか。チャンピオン、チャンピオン演出から、はい、ファイトまでからいきなりやっぱローからですね、はい、もうこれ言ってたんですね。いや、インローから外、はい、教え通りです。そうですね。はい、来た、うん、全くカットしてないですからね。はい、うん、これは全然、はい、おかげでパンチは見えてます。いや、見えてるんですね。はい、前蹴りも。ただ前蹴りが相手が思った以上に重くて、うん、確かに下がってなかったです、はい、そうなんですよ。でも首がやっぱロックできてて、はい、ちゃんと回して左の膝、はい、うん、見えてます。完璧ですね。ありがとうございます。いつも取らせてくれないんですよ、練習で取らないけど本番で取れる取れるなんで取れましたもん。余裕でした。余裕、はい、体幹弱かったですね。はい、すごくどう嫌がってますね。うん、この距離だったらもうパンチも当たんないし。そうなんですよね。そろそろパンチ、パンチ出そうっていうふうに言われて、ここら辺から出し始めた。ちゃんとローだけになってないですし、はい、ただローから続かないのが今後の課題かな。2発連続で打ってもいいですね。そうですね。あれ、ナイス。第1ラウンドはどうですか。第1ラウンドでも全然取ってますね、ポイント。でもローンのポイントって低いんですか。まあダウンすればそれもちろんポイント大きいですけど、あんまりやっぱ痛いところ見せないじゃないですか、うん、試合なんて、はいはい、聞いてるのかどうか自分もなんか分かんなかったんじゃないですか。分かんないです、試合中は。はい、自分の足が痛えな。うん、でもその時は痛えなは分かんなかったですけど、終わった後にここくぐれなくて痛いな。はい。1分でしたね。あのインターバル。はい。めちゃくちゃ早く感じないですか。はい。インターバル超感じます。ダメですね、足がめちゃめちゃになってます。いやでもパンチここで出して、いやいい、パンチの打ち合いでも勝ってるじゃないですか。はい、うん、これ上っていう、これ行き、はい、
いいですね、完璧。これはダウンですよね。ダウンです、はい、うん、だってあれで止めてなかったら打ち放題ですよね。そうですね、もう止めてくれて感謝してもらう、はい、しかもないまでこうしないから、ね、休んでんじゃねえよって話。ちゃんと押さえてますよね、うん、ちゃんと組み取ってるし、はい、これ画面入りました。あ、いや、でこの辺から自分にの足がおかしいっていうなりだして、ちょっと立てないくなってる。ほら、確かに足がもう前足、前足とか後ろ足がおかしいんですよね、たぶん。3ラウンドあったら、あの、畳み込みに行ってましたけど、あの、まだ体力あったんですけど、足がもう全然効かなくて、自分の足がですよ。あの、生足でここまで打ったことがないんで、はい。だからやっぱもっと足鍛えなくちゃいけないな。判定の結果をお知らせします。3-0で赤コーナー大関選手、ありがとうございます。完勝じゃないですか。完勝になるんですかね。完勝ですけど、でも、はい、練習通りだったと。そうですね、はい、ということなんですけど、先生、あ、先生まあどうでしょうどうでしょうって改めて聞くのもあれなんですけど、一応、もう膝をずっと教えてもらってて、ひたすら膝をっていうこと で自分の中でもちゃんと骨盤から押せた、膝は出せたかなと。どうですかね。いや、もうあの試合であそこで首取れるってすごいと思います。本当ですか。トラッシュ君なかったの実戦でなかなか取るの難しいんですよ。やっぱグローブつけてるじゃないですか。チェインネットワークの元スーパーフェザー級王者ですよ、阿翔先生。僕も試合であんま首とか取れないんですけど、はい、2回取ってるのかな、今回、うん、はい、がっちり取って。でもそれもだって阿翔さんが言ってるじゃないですか、うん、無理に取りに行くんじゃなくて、取れるところがあったら取っちゃえって言って、そうですね、取って、でテンポよく膝入れろって、うん、で、はい、もうもっと下がるなっていう感覚があって、あ、下がる下がるみたいな、はい、ちゃんと距離作って膝も出してたんで、はい、あれは効くっすね。あれ、足真っ青になってました。真っ青泣いてる、真っ青になってましたけど、じゃあ、今後の課題としては当然いっぱいあると思うんですけど、あの、僕としてはですよ、ローを出した後がもったいないじゃないですか、うん、せっかく体クリーンってなってるのに何も打ててない。そうですね、っていうのがすごいあって、あの、すげえもったいないなっていうのがあったんですけど、まあ、ローを効かせてからやっぱパンチで、はい、まあ、倒しに行くとか、はいはいはい、下と上とやっぱそうなんですよね、だからそれがこう上に注力させておいてローを打ってまたポンって、うん、そのあれですよね、引き出しですよね。でもやってましたよね多分次の多分相手とかローをすごい警戒してくると思うんでそうですよね、いきなりローじゃなくて、はあ、パンチからつなげたりとか、はあ、でも前蹴りがショックで全然離れねえなっていうさ、あれ重さですかね、やっぱり。あれ体重差もあると思います。彼は水抜きして 83.65 で計量パスしてるんですよ、前日に、はい、っていうことは水戻ししてんじゃないですか。してます、ね、だいたい 8% から 10% なんですよ、あの、水戻して。そうすると計算によると90ぐらいなんですよ、大体。そうするとやっぱ18キロぐらいすごいっすね、差があるんで、まあ、それで計算するとですよ、ただやっぱ15キロでもやっぱなら離れないからどうしたもんかなっていう。普通その体重差で試合しないですからねまあそうっすよね、うん、じゃあそのローとのコンビネーションを今後課題にして、そうですね、はい、まあ、ミドルももっと
ミドルですね、はい、ミドル蹴れると思うんで、いやミドル、うん、ミドルを一回も出さなかった、うん、出したかったです、うん、それも課題、そうですね、はい、で後半あのあばらがうんぬんでいろいろそのミドルの出し合いができなかったじゃないですか、うん、だからそういうのもあるのかなっていうのもあったんですけど、ミドル、ロー、あともっと僕膝やりたいです、膝いいですね、膝やりたいです、ガンガン組んで、はい、はい、こんな感じで、まあいろいろ反省点はあるんだけれども、鷲尾さん的にはまあ OK だ、完璧ですね、あ、マジですか、もう練習通りのことが試合に出せて、はい、一番いいんじゃないですかね、ありがとうございますじゃあそういうことで、今後もまた試合をよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。